松平正方は、江戸時代前期から中期にかけての大名。道の区国会津藩三代藩主。下には、正四位下、左小野江県中将。合津松平家第三代。星名正行の六夫として誕生。遠方八年、イボアに、聖景に子がいなかったため、その養子子となる。天名元年に、生計の隠居に伴い家督を相続する。 はじめ、星名正信を名乗り、後、忌味名を正方と改める。元六九年、松平政と、三葉葵の門の英代使用を許され、明日ともに、徳川はじめ門として偶されることになる。藩主在職中に死去した。長男、正国、三男、聖保が、先だって死去したため、家徳は、八王の姿邸が継いだ。吉川これたるの弟子で、 これたるのこと父の親式での葬儀を行った坂本義将を合図藩士として召し抱え、その指導の下で徳川義宗の理髪を行ったという。栄光院は元は側室であり、軽室に挙げられた。正方は側室を家臣に下げ渡す、いわゆる廃領妻が多かった。軽室となった栄光院の牽制をはばかってのことと言われる。菅田邸の母、本名院は、 14歳で即室となり、翌年、菅田帝を出産した。16歳で、家臣、笹原忠和に下げ渡され、娘も生まれたが、菅田帝が兄たちの創生により、着手となったため、強制的に離縁となった。当初離縁を拒否した笹原家は、処分を受け、また本名院は23歳で病没した。このことが、廃稜妻始末の題材となっている。ありがとうございます。